着いたぞ。やけに静かだな。みんな避難しちまったのか。あなたたちはブリスコさん？よかった、無事だったんですね。おお、カーリーじゃないか。君こそ無事だったのか。みんなは？まだ何人かは取材に出ているはずですけど、私は逃げるように言われて、でも局に忘れ物をしてしまって取りに来たところだったんです。そうか。あの、ちょっと待っててもらえますか？あ、まあいいけど。ザカ TV のスタッフリストだ。お前、変な顔して映ってんな。あいつもだ。ほら、見ろよ。パメラも映ってる。綺麗な顔してんな。パメラ、笑ってやがる。知ってるか？パメラ、笑ってる時が一番素敵な表情になんだ。パメラ。アベラ、クソだ。オラ、お前のことを忘れないよ、パメラ。お待たせしました。そうですか。パメラさんもアンさんも仕事に厳しい人でしたからね。誰もいないな。どこに行っちまったんだ。奥には誰かいるかしら。ここにも人の気配はない。おい、電話が鳴ってるぜ。はい、ザカ TV です。もしもし？はい。はい。大丈夫。落ち着いてゆっくり話してください。私ですか？私はカーリー・ライスです。ええ、イブニングニュースの。ええ、ありがとうございます。ええ。ええ、確かに避難勧告が出ています。なるほど、ベッドから動けないんですね。場所は？わかりました、すぐそちらに伺います。誰？養護施設のご老人の方で、どうやらそこに取り残されてしまったようです。助けに行くのか？当然だと思いますけど。俺はもうさっきみたいに危険な目に遭うのはごめんだぜ。ご老人が一人で取り残されてるんですよ。警察やレスキューに任せておけばいいさ。俺たちの仕事じゃない。警察やレスキューはもう機能してないじゃないですか。だからこの人はここに電話してきたんでしょ。それに知らないままならともかく、助けを求めているご老人がいるって知ってしまったら放っておけません。スクープを取りたいだけだろ。そういう言い方好きじゃないです。
くそ、行くしかないのか。やっぱり行く気になったんですね、ブリスコさん。やばい目にあっても知らねえぞ。こんばんは、カーリーレイスです。私たち取材クルーは先ほどご老人が養護施設に一人取り残されているとの通報を受け、このブロディ養護院までやってきました。今から施設内でご老人の捜索を開始しようと思います。誰か来たのね。助けて、お願いこっちよ。あっち、ジャスティン、それにブリスコも助けに来てくれたのね。ジャスティン、一体何があったの？なんであなたがこんな目に。わからない、わからないの。支局でいきなり後ろから誰かに襲われて気を失って、気がついたらこんなところに。ねえ、早く助けてよ。こんな拘束の仕方見たことがない。こんなことをするのは相当なサディストだな。待っていて、すぐに助けてあげる。でも、こんな拘束具どうすりゃ外れるんだ。それは、とにかくあたりを調べてみましょう。何か外す方法があるはずです。うわぁ、お前、こういうの好きなのか、変態。ナインボールをするには弾が足りないみたいだな。確かに変ですね。足りない弾を探してみましょうか。ナンバーナインの弾だ。あと3個ですね。こんなところにも死体が。ここでも化け物が暴れたのか。ひどい。おい、よく見ろ、弾があるぞ。ナンバーセブンの弾だ。あと2個ですね。
バスタブか。気味の悪い色だな。何か沈んでるんじゃないのか。線を抜いてみましょうか。お、弾じゃないか。ナンバーワンの弾だな。あと一個ですね。おい、ここの壁だけ妙に綺麗じゃないか。そうですか？よくわからないけれど。どう見ても怪しいな。この奥に何かありそうだ。何か壁を壊す道具があればいいんだが。他の場所を探してみましょう。もしかしたら壁を壊す道具があるかもしれないし。おい、あのシャンデリア妙に揺れてないか。まさか。もし落ちたらジャスティンに直撃だ。そんな、急ぎましょう。この電気スタンドつくのかな。なんだか変な音が聞こえませんか。クローゼットの奥から聞こえたぜ。この中から音が聞こえたぜ。ブリスコさん、奥にも部屋が。何の目的でこんなところに部屋が。あれ、気のせいか。ナンバーフォーの弾だ。うん、これで全部ですね。弾をはめてみてくれ。外れた。外れましたよ。よし、待ってろ。今助けてやるからな。大丈夫だ。自分で立てる。危ないところだったわ。どうもありがとう。これはお礼よ。なんだよ、助けたの俺だろ。とにかく無事でよかった、ジャスティン。でも。なんだよ。私たちに助けを求めて電話をしたはずのご老人、見当たりませんでしたね。多分誰もいないわ。大きな声を出してもあなたたち以外は誰も助けに来なかったもの。ご老人が一人ここにいるはずなんだけど、その人の電話で私たちはここに来たのよ。ご老人？知らないわ。私ここがどこかもわからないもの。そう。あの電話、
俺たちクルーをここにおびき寄せるための罠だったんじゃないのか。何のために？そんなことして何の意味があるんです？それは俺に聞くな。ともかくここから脱出しないと。それは大賛成だ。ジャスティン、安全を確認するまであなたはここにいて。いい？分かったわ。ブリスコさん、脱出路を探しに行きましょう。おい、何か落ちているぞ。鍵だ。どこかのドアの鍵ね。開いたわ。しまった！化け物が嫌がったか。おお、つるはしがあるじゃねえか。何か役に立ちそうだな。これなら壁でも壊せそうですね。ここの壁がどうも気になって仕方がないんだ。なんとなく妙な感じだろう。私には分かりませんけど、そんなに気になるのなら壁を壊してみましょうか。確かつるはしがありましたよね。こんなところにも部屋が。ほら見ろ、俺の勘は鋭いだろ。おい、何か落ちてるぜ。ビデオテープだ、拾っとこう。シャッターだ、ここから出られるぜ。ジャスティン、こっち。今行くわ。さあ行こう。どこへ向かう？支局の人たち、大丈夫なんでしょうか。支局にはもう誰もいないはずよ。局長命令でスタッフ全員帰宅したのよ。私は最後まで残ってみんなを見送ったの。今頃みんな家族と一緒にシカゴを脱出しているはずよ。俺たちも脱出しよう。私、家族が心配だわ。私を探してまだシカゴに残っているかもしれないし。じゃあまずジャスティンを家まで送ろう。途中まででいいわ。大丈夫？平気よ。それとブリスコさん、取材に出たまま支局に戻っていないクルーに関してはまだシカゴ市内に留まってる可能性があるんじゃないでしょうか。マジかよ、勘弁してくれよ。クリスチャンのチームがミラー家の邸宅に化け物が出現したっていう情報で取材に出てたはずだわ。ミラー邸。ブリスコさん、そっちにも行ってみましょう。ったく、生きてシカゴから出られたら万々歳だよ。